じゃあまずね、横に切っちゃうな。よし、こうですね。これを3等分ぐらいにね、どれぐらいかな、ちょっとこれぐらいで。よし、なかなか難しい、難しい、1個ずつ1個かな。これをね、隠さなきゃいけない。ちょっとお皿のようになってきてますね。よし、芋を巻いていきます。はい、お肉に巻いていきます。くる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 。はい、片栗粉をね、巻いてね、ぜひね、出てきたらいいですね。ちょっとんで、冷蔵庫にベーコンあったんでね、お肉ないんでね、このベーコン、ベーコンを使います。入れていきます。ベーコンさん、これとタルタルソースで食べてみます。はい、これは山芋を素揚げしたやつですね。これね、タルタルソースをつけていただきます。うん、これも美味しい。ベーコンはベーコンの味と山芋、牛角のタレ、そしてソースも豚肉ロースもちょうど山芋と甘辛味で美味しい。そして山芋の素揚げタルタルソース、美味しいです。以上です。